ごきげんよう、ドクターお祝いのケーキを作りましたわ食べていただけないかしらドクターの皆様こんにちはドーベルマンとアズリウスを演じております,種崎厚美ですえー、アークナイツ2周年おめでとうございます。 こうして2周年を迎えられたのも、いつもアークナイツを応援してくださっている、プレイしてくださっている皆様のおかげです。いつも本当にありがとうございます。今後も3周年、5周年、10周年とずっとお祝いできますように。これからもよろしく頼んだぞ、ドクター。ありがとうございました。What, w a s your order again, ドクタードクター、2周年おめでとう。うん 今の話ドクターに言ってあげれば喜んでくれるってケルシー先生にさっき教えてもらったそういえば2周年ってどういう意味なのドクターの皆様こんにちはロスモンティス役の小倉優衣ですアークナイツ2周年おめでとうございます私が演じるロスモンティスは 人並み外れた力を持っていて周りからは化け物扱いされてしまっていますでも本当は仲間を家族と呼んだりするように人々とのつながりをすごく大事にしているまだまだ幼い女の子なんですよね記憶も不安定ながら頑張ってみんなのことを覚えようとしています台本を読ませていただいた時には私も彼女のけなげな姿に心を打たれました そんなロスモンティスですが皆様はもう彼女を着任させましたでしょうかぜひいっぱい可愛がってあげてくださいそして私は、えー、ハートフォレストというアークナイツのイメージソングも歌わさせていただきました温かく包み込むような優しい楽曲になっていますロスモンティスたちにも、えー、こんな曲のように優しい世界に生きてほしいなと思います ロスモンティスとロドスの旅はまだまだ続いていきますので、これからもアークナイツとロスモンティスのことを見守ってください。よろしくお願いします。ロスモンティス役の小倉ゆいでした。うん。ドクターたちと、意義のある2年を一緒に過ごした。だよね。わかった。そうだ。アーミアに伝えたら、喜ぶかな。 うん。探してくるね。あ、忘れていないうちに言わないと。ドクター、ありがとう。get ready.We still got work to do. おはよう、ドクター。ちょうどいい。後で一度医療部に来てくれ。ああ、いや。定期検査ではない。ここのところ君は、 普段にも増して不規則な生活を送っていると聞いたからな。大事はないと思うが、念のためだ。ドクターの皆さん、こんにちは。ケルシー役の日笠洋子です。アークナイツ2周年、おめでとうございます。もう2年が経ちましたね。早いですね。えー、ケルシーはストーリーの中ではかなり出番が多い方ですが、未だに謎が多いキャラでもあります。そんなケルシーですが、この前、 やっとオペレーターとしてゲーム内に実装されました。今これをご覧になっているドクター、すでにケルシーをお迎えできましたでしょうかまだの方でも大丈夫です。きっといつかあなたのロドスに行きますので、その時はぜひ、ケルシー、そしてお供のモンスターちゃんを連れて戦いに行きましょう。きっとお力になれると思います。これからも彼女と一緒にロドスを盛り上げていきましょう。ケルシー役のシカ陽子でした。 検査は終わりだ。楽にしていい。別段問題なく体調は良好なようだ。アーミアにも安心するように伝えておこう。とはいえ、いたずらに己の限界を試すような無茶はいただけない。一体何をそんなに。何お祝い確かに君がここに戻ってからしばらく経ったが。しかし。 いや、これまでの時間が君にとって有意義であったのならば、それはこの大地にとっても必ず意義が存在するのだろう。私は君とアーミヤの願いを守り、君の選択を見届けるだけだ。ここで、最後までな。ドクター、少し休憩しませんか私が支えて連れて行きましょう。 2周年をお祝いしている皆さんのところに。ドクターの皆様、こんにちは。アーミアを演じさせていただいている黒沢智代です。アークナイツ2周年、おめでとうございます。今年も、こうして2周年をお祝いすることができて、本当に嬉しいです。びっくりするぐらいあっという間でした。えー、ここ1,2年は、 よくアーミアを演じさせていただいているので、アーミアとの距離がどんどん近くなっているような気がして、さらにさらに嬉しい日々を過ごしています。ストーリーもどんどん進んできて、苦しいこともあったりもしますが、いろんな仲間がロドスにどんどんやってきて、関係性を深めていって、アーミアはついにですね、こう、一人で前の方で戦ったりもするようになりましたので、 かっこよくなったな、成長したなっていうふうに感慨深く思っております。でも、やっぱりまだきっと繊細な女の子であることは変わりないと思いますので、まだまだドクターの支えが必要です。そんなアーミアのことをドクターの皆様にどうか、どうか引き続き見守っていただけたら嬉しいです。これからは ドドスの新しい旅。引き続きよろしくお願いします。ドクター。アーミア役の黒沢智也でした。